椅子もね。そうそう、このどっちだっね、た？今、秋の宮島に来ております。あそこに、ちょっと赤い鳥が見えるんだけど、その鳥が、こっからだと、少しだけ見えるんですけどね。一緒に、香川雅美さん、横川泰造さん、蒲田の3人で、宮島口ですね、うちです。来ています。で、ちょっと、今これから自己紹介をしてもらいますので、香川雅美さんのプロフィールをちょっと自己紹介してもらえますか。よろしくお願いします。私は隣の県が地元の、香川と申します。そうですね。宮島はしょっちゅう、ちっちゃい頃からよく来てたので、電池があったんだって。そうです、そうです。広島、多分、私の記憶が確かなら、宮島ナタリーという名前だったよナタリーウッドみたいな。そうですね。なんか、すごい、ジェットコースターが唯一、この辺じゃ乗れるで、おばあちゃんが連れて行ってくれた。そうですね。祖母はどっちかって言ったら島渡る方をよく連れて行ってくれたんですけど、参拝の方そうやでね。すね。で、お友達とはよくナタリーに遊びました。そう。じゃあ、ジェットコースターと、あと観覧車とか。そうですね。観覧車もありましたね。ジェットコースターが多テクニック分バーとか。唯一この辺で乗れる場所だ。これは。それでみんなでこぞって来てたような気がします。なんかで、その山口県光市に住んでいたのね。そうですね、光市に18まではいました。ここからもうずっと大阪に。大阪の方へ。はい、大阪は高槻？ずっと。違いますね、天王寺の方に天最才初とは。は。で、尼崎の学校に通って、で、そのまま天結王校寺しかましら尼崎だったら結構遠いじゃないの？た。遠いんですけど、私と一緒に、江戸川の方に近いね、大阪駅の方そうかでしすら。ね。最初その辺住もうと思ったんですけど、私と一緒に田舎から出てきた子がお嬢さんだったので、そんなとこは住め、なんかちっちゃいとこには住めないっていうんで、新築のマンションに2人で住みが天王寺にました。そうあっですた。ね、天王寺でのも天王も寺っていうのがお嬢様が住むような場所ではないんじゃないの？逆う。そうに。ですね、ね、もう周りはね。目の前が通天閣で、この道より行ったらダメって言われながら。まあね、私、それ何年頃？ 1990 年代？もうちょっと手前ですね。80 年88年ぐらいで代。す。私は1970年前後に、もうね、私の毎日の遊びは通天閣ですよ。70年前後。それでね、あそこの天王寺公園でね、何かのやっぱり叩き売り屋さんっていうのか、工場の出ているヤシっていうのか、いろんな露店の何かを売り物をしている、まあ、風天の寅さんみたいな人がいてね、そういう人の口上をよく聞いてましたよ。なるほど。その表現の仕方ね。が、まあ、競馬のいろんな、当たり屋みたいな、占いじゃないけど、なんかそういういろんな店がね、まあ、いろんな、トラさんみたいな人がいっぱいいたり、まあ、あなたあたりたまり場じゃないですか。そうですね。住めば都で、結構みんなからはなんでこんなとこ住んだんって言われたけど、結構楽しかったです。私大好きですよ、天王寺。なんで、か通ね、天閣も。謎なのは冷やし飴がよくわからなかった。飲いまや、ないあっまたあっまた。終わっちゃったんですけど、冷やし冷やし飴飴ってっよていうのくは、辺売ってます。飴をこう冷たくしてるやつですよ。ネバネバしてる飴。ちょっとドリンクっぽくなってるんですかね。なんか冷やし飴を飲む、なんかいや、ドリン飲クみじゃなく物て、としこう、てなんかあったような気がするん冷ですたけい、こうやって食べるやつじゃど。ないかな。そうなんですか。ポーチのなん中か、に入っているのかもよしれくない。市場がまだ昔あって、いらっしゃるね。なんか、
あちこち冷やし飴いかがですかっていうので、あの辺にね、てっちりの安い店とかいろいろあったんだよね。てっちり好きで私、フグ食ったんだけど。で、あの辺にね、映画館も何軒もあってね、安い安い、1日3本立てのね、映画館とかよく見に行ってた。なんかね、リヤカーのおじさんと結構仲良くなりました。なんかいもうや、か、何段ボールをすごい集めてはる、日雇いの方とかが多い多い街よ。なんだから、あで、の辺はね、釜ヶ崎も近いから。はい、こちらからじゃあ。すみません、出せない。釜ヶ崎もね、あるので、いろんなその人たちが、で、結構ホームレスの人たちもいたり、全国からね、いろんな人たちがそこへ行き着いて、で、いろいろな支援活動をしている人ももちろんいたし、まあ、今でいうケア活動ね、たまたまだ。そういうところも一つの拠点でしたね。東京の山谷とね、大阪の釜ヶ崎、そうですね。まあ、天王寺ですかね。あの辺が、まあ、二大拠点でしたよね。そうですね。なんかで、その労務者、労働者がね、朝仕事に早くからね、行ってね。これが、これが。よくわざ。これはよくわざ。ながらで取れない。外いるんです。それで、その後、香川さんは、まあ、今回は、香川さんのお父さんが残してくれたお家を改装して、そうですアトね。リエ、そうですいね。ろんまあ。な多目的なイベントをホールというか、イベントをホースみたいにしていくんですね。ですね、父が残した家ではないんですけど、祖母の土地を父の弟がもらってたんですけど、そこにちょっと新しく家を、父の財産がちょっと入ったんで、それでちょっと建てました。それで、ちょっとみんなでいろいろと楽しめるイベントそうスですペースみね、たいな。地域の皆さんが来はるといいなと思って。虹ヶ丘なんていう名前につけたって、手そして、に結天むすび。ぶで、天結びです。あ、天むすびと。私が、手にまつわることをいろいろ今までやってきたので、例えばどういうことをやってみたんですか？アロマのマッサージとかを習ったり、あとね、意外と私、切り絵の先生やってたり、切るのとか、図工って言ったらね、なんかそういうの大好きなんですよ。そこね。で、あと、実は、それを講じて、手が好きになって、手が読めるんです。出てそうか。そう。読んでみる？なんか、ここではまだ言えないけど、先生の手。なんかそういうのをずっとやってたんで、なんかこう、みんなで手を結ぶといいかなと思ったんで、で、天結びにしました。天結びアトリエっていうか、そういう。それで、これからいろんなことをそこでやっていこうと。そうですね、うちのそのアトリエの周りがうちの親の世代が新興住宅街なんで買ったんですね。で、同級生とかいっぱいその町にはいるんですけど、やっぱもううちの親の世代ってもう80代前後になってきてて、まあもう90近い方もいらっしゃると思うんですけど、なんかもう街がだんだん活気がなくなってきたんで、で、これかでね。そうですね。で、そこにスーパーが2つ入ってたんですけどね、もうそれも撤退しちゃって、二つとも。そうなんです。車社会になったので、もうそのタウンに、大きなもうスーパーがなくなっちゃったんですね。なので、ちょっと丘になってるので、やっぱりみんなどっか降りていって買いに行くか、車で誰か乗せてもらって買い物行くかとか、結構差が。そうすか。ごい急な坂ではない、丘ぐらいの坂ですね。山を崩したわけではないので、ちょっとなだらかな感じの。そうすると、高齢者の方だと、
買い物袋を下げて、荷物を持って歩いて帰ってくるのがちょっときつい。きついですね。坂道がね。あとね、なんか昔の作りなので、道に面してフラットに家がないんですよね。道からちょっとこう、段差が。なんか7、8段上がったとこに家がある感じで、8段も。ちょっとおしゃれ結に構高い。つく、そうですね。だからもう地べたに、道とフラットに家がないので、どの家も。なんか自分家に上がろうと思ったら、絶対最低でも7、8段は上それはがっ結構高いて、ね。そう階です段じね。ゃん、8段って言ったらね。で、やっぱりもう昔の作りのお家も多いので、結構出入りも大変ですそうね。ですね。そうすると、そのタウンは、光タウンみたいな形で、何十年前に開発されたんですか？多分ね、市が開発して、5、60、まあ、6、50年50前。年ぐらい前だと思います。で、50年前と1970年代よ。そうですね。で、だんだん奥にこう広がってきてるんですよ。横に。で、昔がそのぐらいで、横の方はなんたらタウンって言うと、またサンサンタウンとかって言って、奥の方に私の同級生ぐらいの方がみんな引っ越してきて、だから同級生すごい奥なんですよね、住んでるの。で、あんたはそこ私にま小ださいとこから駅の裏なんで、私はね、住んでるとこは全だっ然て、違う地区です。まだ別のとこへ。そうなんです、そうなんです。その地区でもは、まあ、同じ光市の中にはあった。そうです、歩いてもう10分ぐらいのとこなんですけど、もちろん駅に近いところに住んではいた。今住んでる方が駅の裏です。今のその、今作ったとこの方が駅のもう裏です。そうだね。で、私が住んでたとこはもう昔からある地区なので、ちょっと歩いたと古こいろ。町屋そうでみすたいな。ね。それで、大阪に出て、その大阪に出ていろいろ経営のことをやって、いろんなこともやりながら、で、仕事を始めて、いや、もう学生結婚したんです。学生結婚して、その後、あと、もうずっと主主婦をや婦をっして。ながら、ずっとパート勤めをし、30年してきました。そして、上智大学のグリゲ研究所の、そうですね。になったのは、どういうきっかけで、そこに そうですね。出会うようになったんですか？ペアの私世界。は、19で結婚して、20歳で一人目を産んだんですけど、一人目はまあまあ、割と紆余曲折あったら、結構入院をさせられて、子供がなんかちっちゃいとか言われて、ずっと入院したりして、まあ、それでも、上の子は元気に生まれて、2人目を産むときに、昔で言う妊娠中毒症、今で言うになんかね、妊いま婦した血ね。圧症なんだらとかってなんかなるのかな、なんか、妊娠中毒症ってよく言われてましたが、今はそういう言い方は全然しないんですそうなんか？ですよ、今はなんかね、ちょっともっと血圧が関係して、なんかちょっと言い方が違ってて、そうなんです昔か。はそれずっと働いてたんで、ギリギリまで産む。そしたらなんかちょっと結構体に悪かったみたいで、しかもその働いてるとこにすごい坂道を登って自転車で降りて行ってて、なんか職場のおばちゃまたちに、あんたそんな体で乗ったらあかんわ、自転車でやりながら 乗って行ってたら、なんかちょっとやっぱり最後の辺で、やっぱり体に来たみたい最で、後にね、途中までは適度な運そう動なんはでしすよう。ね。最後の方はちょっとやっぱりもうちょっ力とみがゆっ出てくきりたしかなあら。かんかったのを、割と元気だったんで、ちょかちょかやってたら。今から元気だ。ね、そうですタイプが同じなんだな。ね。で、それで、まあ、死にかけて、2人目を入院させられて、1人目は全然問題なかったけど、ただ元気2人目に生まが、れて、2最人近目ね。も、いや、ちょっと。元気だったんですけど、産むときが結構、大出血を起こしたりとかして、妊娠中毒症だったんでね。で、その時に、なんかね、あれなの、魂が抜けて、幽体離脱したんですよ魂が抜けて、ね。臨死体験的なというか、幽体離脱状態になった。で、もう本当に、その辺で見てた。結構ね、自分がこう寝てて、上です。真上の、上から自分を見てた。
でもね、そんな高いとことなかったです。5メーターぐらい、5メーターえ、だっか、5て結メー構ター。上だよ。うん、でも、見下ろして自分が寝てるのを見て、で、なんかもう先生と看護師さんがバタバタしてて、助産師さんが、で、このまま行ったらなんかちょっと大きい病院ってどうじゃこうじゃって言って、うろうろしてはるのを、なんか自分で冷静に見て、えーってこのまま行ったら危ないんや、私って、なんか結構冷静に見てて、自分を。でも、なんか、あ、このまま行くともしかして戻れるのと思って。そう、ゆたりな状態から元の体に復帰できないかもという気持ち。なんか、最初は結構冷静にドラマ見るように見てたんですけど、やばいんちゃうん、自分と思って。で、なんか本当に、ドラマじゃないけど、本当にこう泳いで、え、泳いで？自分に戻るのに泳がな、そこ行かれへんと思って。じゃあ、宇宙遊泳みたいに、こう、泳いで自分の体にまあ、そん戻る。なに悠長じゃなく、なんかもう、早く戻らんと思って、なんか犬かきみたいな。本当、で、それが23、4？いや、それがね、うち2人目結構空いて産んだんで、27ぐらいの時に。27 歳ぐらいの時に、二次体験状態になって、で、ガッ口てぶりをして。戻ったら、なんか戻れたみたいで、気がついた時には、なんか親に揺すられて。じゃあ、自分でこう犬かきをしてって思ったそら、こに記憶があるんですよ親ね。がこういうふうなんに、かこう、こう、なんかちょっと揺すられやっててて、たんだおっね。とって呼ばれて、はって目が覚めたら、あ、わさび。戻れてるって思って。でね、その時にすごく、なんかそういう血圧高くなった人は、妊娠で、絶対年取って出るから気をつけてくださいってすごい言われて、でもその時まだ何やってる？血圧が高いのがね、またね、なるそう血な、圧に。出てくるそうなんですよ、同じような感じで。で、それをちゃんと病院に行きなさいって、定期的に行きなさいって言われてたのを、まだ20代だったのにかまけて行かずに、ずっと元気に働いてたが、30代の半ばに死にかけましてなんで？なんかね、もともとはその働いてる職場で咳が止まらなくなったんですけど、それがどん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 ひどくなって、なんか何の病気かわからないって言われて、なんか2、3年入退院をすごくそう、してまどう、した。咳が苦しい、で、また息そうですもね。悪くたり。てたんで、がんの方が結構多くていらっしゃって、でその方と、まあ、いろいろ仲良くなって、病気友達みたいになって、でその一人の方から、私はまあ割と寛解して、まあ、40手前で結構元気になったんですけど、その方はちょっともう具合が悪くなられて、その方が、私何も資格も持ってなかったんで、手を握りかけたんですよね。なんかもう動けなくなりました。ただ、手の
パワーがすごい、手のパワーってすごいってその方がおっしゃられて、なんかこう、治療してもらったり、薬飲んだりなんかしてもらうより、全然この手のパワーから、なんていうの、生きる、なんか今、力をもらったような気がするって言われて、なんかその時初めて、お、手ってすごい と思って、手当てっていうぐらいだからね。で、なんか、もうなんかよくわかんない、ミスターマリックさんが、ハンドパワーって言ってる、あれはあながち嘘じゃないんだっていうことを、なんか思って、で、あれですね、まあ、元気になったので、40代は恩返しを、なんか社会にしようと思って、まあ、普通にヘルパーさんとかなってもよかったんですけど、これなんか手を使った、なんかこう恩返しが、まあ、できないかなって思うとこから、なんかその臨床アロマの学校まあ、に行って、印象あるもの学校、なんていうの、今神戸に本拠が地があるんですけど、ホリスティックケアジャパンっていう っていうのにもう15年前ぐらいですかね、行ったのが、15、6年前に。で、なんかもうそこが、うちは看護師さんとか医療関係者をが来るとこなんで、なんていうのかな、6年で医療を習うことを1年でやりますよ、うちはって言って、ついてこれますかって言われて、素人なんで無理ですって言って断ろうと思ったら、そこのマネージャーさんが、私も素人だったけど、頑張ったらできたから来なさいっておっしゃられて、なんかそれで1年通いました。で、臨床アロマのそうね、ですホリね。スティック。で、心身医学、心のケアっていうことをメインに、なんていうのかな、解剖学とか、生理学とかを一緒に習って、なんかアロマを習ったよりも、医療を習った。医学を、そうですね、そっちを習って2年目もあったんですけど、私はもうちょっとなんかこう身軽にリュック背負って、アロマを届けたいなと思ったので、そこ行くともう本当にがっつり病院でとか、自分のお店を持って病気の人にアロマをするっていうのがメインになるので、で、まあ、営業するというか、そういうそうクリニックみたいな、施術院みたいなものを、ね、アルマイニみたいなものを作ってやるようになっちゃう。そうですね。なので、私はもっといろんな方にもっと気軽に、なんていうのかな、もうちょっとこう、まあ、出張そうですね、ちょっと痛いとこをちょっと、やって。本格的にがっつりやるんじゃなくて、それでもいいんじゃないかと思ったんで、2校目に、ちょっと待って、そこの、その学校そうね。です。そこはハンドとフットっていうか、足と手だけをこう集中してできるとこだったんですけど、そこもまたうちの学校から出た先生がやる、出たとこ知らずに行ったんで、ホリスティックケアジャパンから独出立た。された、なの学校に出で、したいな。そうですね、そこもまた結構厳しくて。今そこに所属はさせていただいてるんですけど、ちょっと今コロナ禍でアロマの方はちょっとなかなかできない、タッチングっていうのがちょっとなかなかできないので、まあ、頃合い見ながらやってます。で、その行った学校の隣の方が、看護師さんで、その方がなんかこう代替療法っていうのにすごく興味のある方で、その中にバラヨガっていうのがあるよっていう話をされて、で、なんか、あんたいつも笑ってるからバラヨガを勉強しに行ったらいいんじゃないって言われて、いやでも私もその学校の宿題で手いっぱいなんで無理ですって言ってたら、なんかその出張サービスでそのいろんなとこに先生が来てるんでって言って、だん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 うちの町まで近づいてきたんですね。長岡京でやってるよとか言って、いや、隣やけど行かれへんとか言ってたら、ある日、近づきそれ、まで来た。月でやるから来てって言われてから、もうここを逃したら、ずっと言われるんやなと思ったんで、なんかヨガを習ってるお友達に、なんか笑いながらヨガするらしいけど、行ってみるって言う。ラフヨガっていう。って聞いたら、その子が、ね、いつもなら腰が重いのに、行く行くって言うんですよ。なので、
なんか行ってみたら全然違うことだったんで、2人でヒーヒーながら、それがまたインストラクターの資格を取れる授業だったね。だからなんか体験会と思って行ったら、なんかちょっと違うリーダーを育てる会だったみたいで、わからんままリーダーになって、で、どうしようってことになって、上下書いたのが、どうですか。いや、それはね、もう2日間で取れる資格なんですね。で、ただ取って、お金払って取ったけど、どうするのって感じだったんで、それがもう10、それも12、3年前だったんですね。で、まだ全然笑いヨガも浸透してなかったし、どうするって言ったら、大阪城で集まりが毎月あるっていうんで、そこに最初行ってて、友達のナースの子、看護師の子を連れて行ったら、いいじゃんっていう話になって、じゃあうち、ナースの子が笑いようがいいじゃん。絶対いいよ、患者さんにとか言って、笑って元気になれていいよっていうことになって、その子が突然、クラブ作ろうよってい笑いようがクラブ。う、っていうことになって、地域の皆さんにっていうんで、最初はか淀川の河川敷で、じゃあ、高槻のね。高槻じゃなくてね、枚方側の河川敷で、関西大の前で なんかをみんなで旗揚げしたんですね。その話題はクラブね。そうなんです。で、そっからやっぱり雨の日できなくなるから、やっぱ屋根あるとこじゃないと無理、なんか探そうよってことになって、で、なかなか地域の公共の場が笑うっていうことに対してうるさいっていうイメーどジれぐも、らいの大きい声で笑うの？結構大きいの？人それぞれなんで、自分が笑いたい大きさの声で笑いながら体操する、感じなので、別にあれは決まってないんですけど、うちの高槻市とか結構厳しくて、公共の場を借りようと思ったら、静かなことしか借りれなくて、声を出せない。ですね、結構なんか厳しいなと思って、市によったらね、全然平気な町もある、いいですよって言ってくれる町もあるんですけど、結構高槻市は保守的なので 貸してもらえずで、いろいろ転々としてたんですけど、最後今10年貸し借りてるとこは、地域の本当に何て言うのかな、コミュニティセンターっていうか、ちっちゃいもう本当に自治会自館。治会館みたいなとこです。そこを借りれるようになって、そこはもう自由に使わせてもらえるので、そこで地域の人集めてやってたんですけど、やっぱりコロナになっちゃって、しばらくちょっとお休みして、今は既存の方に来てもらって、やってもらってます。一緒に笑い体操してます、月1回は。で、それと同時ぐらいに、そう、コミュニティセンターで。そうです、そうです。で、社協とかにも一時は登録して、行ったりもしてたんですけど、今やっぱりちょっとコロナがあったので、ちょっとそこまでは手を広げてないんですけど、それを体験したたちの声はどんな声なんですか？やっぱりね、すっきりする。っていうのと、今、ちょっと、来なかった方とかが多いので、もう毎月、もともと来てらっしゃった方も多いので、やっぱり月1回、こう、なんか、まあ、笑いとかしてるわけじゃなく、こう、集まる場があるっていうのが、月1回、愚痴を言ったりとか、こう、一緒に、まあ、ちょっとお昼食べて帰るんですけど、お昼の時に、こう、みんなで、楽しく喋るとかっていう、交流の場になってそうるんでですね。ね、すごいやっぱり家帰った一人だからとかいう方もいらっしゃるので、なんかそういうのがすごい、なんか、本来の目的もあるんですけど、やっぱりそういう交流の場っていうのが大事だなっていう、すごく感じてます。ヨガの部分っていうのはどんなポーズやどんな形を。ヨガのね、呼吸法を使うんですね。呼吸法。だからなんか、吸い方と吐き方にすごく特化するんで、マインドフルネス的な、要素
を取り入れて、そのしっかり吐いて、吐くとしっかり呼吸が吸えるので、今のストレス社会の、人たちっていうのは、特に都会の人とかっていうのは、呼吸が浅いんですよね。だからちょっと深くすると、自分の気づきがあるっていうか、そういうとこをちょっとこう、メインに、呼吸の仕方をしながら、その呼吸を使いながら、一緒に笑いながら、手を上げるとか、横に伸ばすとか、なんかしたりとかすると、なんか健康にいいっていう、あとそれはいいだろうね。あと笑うことで、やっぱりこう、右脳に、なんていうのかな、思考がチェンジしていくので、なんかみんなで笑いながらいろんな動作とかをしてると、なんか、なんて言えばいいのかな。楽しいから笑ってるんじゃなくて、笑うから楽しくなって、その笑顔がみんなにこう伝染していくんで、心がこう穏やかになる。なんか、まあ、活性化すると同時に穏やかにもなる。っていうのを、その笑いヨガの中では、ちょっと、その部分に、こう効果を期待するっていうか、そういうとこをメインにやってます。なんか、本当に、みんなでいると本当に、なんか、私が思うのは、世界平和は笑顔から、なんか思ってて、なんかこう、なんかミラーニューロンの効果も使ってるので、なんかこう、やっぱり相手が怒ると怒るし、相手が泣くと泣くし、その効果を使うんであれば、自分が笑ってたら、他の人も笑ってくるんかなっていうところに、ちょっと私はちょっと期待してるんですけど、それを13年前から始めた。そうですね、それネモなできっかけで 今も、それが続いて、そうですね。で、紹介して、結構長いね。そうですね。紹介してくれた子の方はもうやめちゃってますけど、反対に。なんか。じゃあ、東日本大震災の直前から始めて、その頃から始めて、もうちょっと前。ちょっと前からそうですで、ね。東日本大震災があって、そこにも回りました。東日本、どこ？福島？福島、岩手の岩辺ま手、で行きましたね。岩福手、島、釜岩石と手。か、そうですね、あの辺宮の。古とか。その後私、熊本に今入って、そこでも、その笑いヨガとアロマでボランティア入ってるんですけど、やっぱり地域も難しいんですけど、その地域の、また、なんていうのかな、そういう、仮のお住まいの場所っていうのが、またなかなか行けないんですよね。地区名が今もうないとこに、そういう仮設とかが建ってるので、もともと住んでるとことかじゃなく、どっかの公園のグラウンドとか、小学校のね、中とかね。なので、そこにね、笑いに行くにも、先導として、地域の方がいらっしゃらないと、来てねって言われても、普通には行けないです。そこまでがたどり着けないので、そうか。やっぱりこう、ネットワークが必要だっていそううなんでね、す。地だ域からのね。地域の方が、ゆくゆくは、もうよそ者はよそ者なんですね、やっぱりね。ある時来て、大道芸みたいなことはできるんだけど、その場を喜ばすことはできるんですけど、やっぱりその、地域に根付いた着方しが、てるから、やっぱりなんかいろんなことを始めないと、その地域は、やっぱり元気にならないっていうのは、すごく感じました。だからその場ではいいけど、やっぱりその場でまたそういうことを引き継いでくれる方がいらっしゃらないと、なかなかこう、来てねとはすごく言われるけど、そんなね、しょっちゅう行けないしとか、いろんなものがあるの、ことがあるので、地域の方がやっぱり地域反対に呼んでくれるぐらいならないと、なかなかそういう場っていうのは広まらないねっていうのを感じました。で、そういう中から何がきっかけで、売り上げに出るか。
そこでしたよね。なんかね、そのね、笑ってる、笑いヨガにある時やってたら、公園でやってたら、すごくこの子、ニコニコする子なので、おすすめなんで連れてきました、体験に連れてきましたっていう女の子がいたんですね。で、そこでもしょっちゅう笑ってるので、って言って、来て、普段来てる方が連れてきてくれたんですね、新しい方に。そしたらその子が、最初はニコニコしてたんですけど、やり始めると、どんどん遠のいて、最後ベンチに座っちゃって、私できないから見とくっていう方がいらっしゃったんですね。その時に、笑えない人っているんだっていうことに気がついて、なんで笑えないんだろうっていうとこを自分なりにこう手探りでしてると、背景に普段はニコニコしててもこうなんていうのかな、悲しみを抱えてる人っているんじゃないかなっていうのに気がついたんですね。私のことかな。そうですね。なんでなんか本当社会に出たらね、無理して笑ってても、実はすごい心に傷こうがね、当たっ傷をたら抱えたり、ね。なので、なんか一見笑えそうでも、いざその場で笑ってる人を見たら、笑えない人もいるんだっていうのに気がついて、私の学びが、喜怒哀楽でいくと、まあ、楽しいとか、喜びとか、そっちに向けたこう方向を元気になるよっていう方向ばかしに、自分が、なんかこう、なんていうのかな、学びもそうですし、そういうケアもそっちばっかしを向けてなんかやってたけど、本当はそういう悲しい人たちに何ができるのかっていうのがすごそうく、いう問いを突きつけられたわけね。そうですね、その子が来てないと全然わからなかったと思うんですけど、その子によってすごくぐる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 なんか自分の中でもやもやして。全体により立体的になったっていうことじゃそうですね。ない。ね。で、それで、すごい、ケアみたいなものの立体性ね。つまり、哀楽の、そうですね。怒こう、りとか痛いや、悲しみとか、悲しみとかね。憎しみとかね、そういうふうな負の感情ですね。そしたら、あ、私も持ってるじゃんって思って、それを結構みんな、なんていうのかな、仮面をつけて頑張ったり、こう、社会見に、ぬふりをしたり、なんかしてるのかなっごまていうかの。していたり。その10年前に気づいた時には、なかなかそのグリーフケアっていうのもまだやってなくて、で、いろいろ調べると、医療者だけとか、なんか限られちゃってたんですね、勉強会とか、なんかそういう。そんな中で、たまたまふっと見つけたのが、京都のグリーフケア協会さんで、そこがなんていうのかな、葬儀屋さんがやってらっしゃるんですね。奈良の方の。葬儀屋さんが奈良の葬儀屋さんが組み立てたそういうグリーフケア協会。協会っていうのがあって、で、なんか社会、なんていうのかな、福祉枠っていうのがあって、一応めっちゃメールをして、私、こうこうこういうもんなんですけど、で、なんか臨床アロマとか習ってて、やっぱりなんか、そういうグリーフってすごい大事だなって思ったので、なんか習えないですかっていうのをちょっと聞いたら、なんかいいですよって習いに来ても、ちょっと難しかったらその場で歩行したらいいしっておっしゃられて、そこに入れてもらって、2、3年かけて、上級、中級、あ、下の級から行くんだな、上級まで、の資格を2、3年かけて、そうですね。そこの協会が出してる、お免状をいただいて、サポーターっていう、グリーフケアサポーターっていうのに3年かけてなったんですけど、その3年目の頃に、なんかその、教えに来てくださった先生とかが、上智大学っていうのもあるよとかって教えてくれて。この先生はどういう方だったの？みんなね、医療者の方か、そういう、団体を作ってらっしゃる方とか、あと、現場に出てらっしゃる、なんか他の分野なんだけど、現場でこう、今、
点数化してもらって、医療現場に出てらっしゃる方とか、なんかうさまざまな分野からっていう集まりで、なんかドクターだけが教えるとか、なんかその専門の方だけが教えるっていう、あじゃあれではそなかっの中た。には医者もいれば看護師もいれば心理士のようなそうです人ね、福祉の現場で働いてらっしゃる方もいるし、遺族会を作ってらっしゃる代表の方もいらっしゃったり、で、あと患者さんの立場から来られたりとか、なんかいろんなとこから来てらっしゃって、なんか結構楽しかったんですね、なんか。そこに3年もいたわけ。3年ぐらいかけてちょこちょこ仕事しながら、ちょこちょこ、やってる時期、やってない時期もあるので、なんかそれで、始まったらまた行かせてもらってみたいなんで、はい。で、それで、情緒があるっていうのを聞きつけて、で、そしたらなんかもう、聞いた時に春で、なんかもベーう、スで終わってたね。1年やらないんだっていうのを知って、秋をずっと待って、秋に一生懸命なんか書いて、出して、その時はなんかちょうどコロナ前の時で、なんかもう高木先生もびっくりするぐらいの人数が来た年だったらしくて、それに何年入学？何年なんでしょうね、19年、18年。ぐらいだと思います。なんだ、18年。10期生です。育成ね。今14期生みたいなんで、5年前、6年前ぐらいですね。6年前だと言うと18年入学かもね。18、19、その辺だと思います。だって、卒業、修了が20年の3月だから、そうですね。で、18そ年でれで、すね、じゃあね、入ったのが。18年ですね。その時が、なんか、ようわからんまま受けに行って、誰だこのおっさんって思ったのが、島薗先生が。面接者？で、篠田先生とで、ね、めっちゃ篠田先生にバーって聞かれて、もうこれ落ちたなと思いながら、一生懸命分かること答えて、そしたら、島薗先生が、その笑いヨガって何？って聞かれたんで、まあ一応説明をして、そしたら、なんか、すごい、著名な本か分からないんですけど、なんたらっていう本知ってる？って聞かれて、すいません、存じ上げませんっていう話をして、君のやってることはね、その本に書いてあることとか、通りのことやってるんだよって言われて、なんかまさにこうスピリチュアルケアだねって、そのこと自体が、笑いヨガをやってること自体がスピリチュアルケアだねって言われて、それだけすごく覚えてて、なんかすごい、スピリチュアルケアの勉強を始めたけど、笑いヨガ自が体そこが、に重なるっていうことを、その島薗先生に言われて、いや、そういうふうには考えたことなかったなって思って、なんかそこからまた笑いヨガのちょっとこう、見方っていうか、視点も変わったし、運よく入れてもらえて、まあ、鎌田先生にも出会い、高木先生ともお近づきに。にさせていただいて、すごい私の2年間はすごく島薗先生もしょっちゅう来てはったし、大阪まで来てくれてはったのそうで、ね、水道だすもんごね。い濃い2年そで、れで2020年の3月に、2年間のコースを終えて、そうですね、で卒修業了という式時に、頃で。なって、修了式で、一緒にあ、ね、イそうベントです。やろうとして、あなたが舞を舞う予定だったでしそうでょ。すね。見込む、こちらと。見込まれはあって、私は銀河先鉄生が。道の夜を歌うということになってたんだよね。ね。あともう、本当10日ぐらい、ね。カウントダウンでしたよね。だからまあ、しっかりそのつもりでいたんだけど、それはできなかったよね。それがもう本当心残りですごく。それが今、あさってにね、つながっていったんだね。そうですね。もう、でもその時はまだ先生の銀河鉄道の夜はあんまり知らなくって、一押しの、もう本当、その後から聞き始めて、先生の、もう私は何枚だ節一押しだったんです。名前であるしね。まあ、もうあれを聞いた時に、こんな幸せな歌あるんかなって思う。なんかこう、本当は悲しい歌なんだろうけど、なんかすごいハッピーエンドなイメージがあって、悲しい歌でもあり、でもそれを
ユーモアを交えて、ユーモアとペーソスかな。まあそんな感じで。だけどそれは、命っていうのはそういうもんだから、まあ、それをね、淡々と歌う。あれ、子供がね、結構好きなのよ。そうですで、よね、すあれごいいくですよね。真似するのよ。ナム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 マイダーっていうのはね、すごくね、子供が一緒になってね、歌いますよ。すぐに。なんかもう最初のハイベが好きなんですよ。私、ビクちゃんあ、が見でた。もでしょ、皆さん、っていうね。あ、いや。誰それ、何そことかね。何、不思議状って何なのみたいな。確かに唐突だからね。で、なんかこう、みんなに宣言してるとこがすごい好きなんです。なんか。まあ、ちょっと笑いようがっぽいよね。そう。わじゃ、うきじょうや、皆さん、おいで、みんな一緒に笑いましょうよ、みたいなね。名前で拍手を歌おうぜ。なんか、みんなで弔ってくださいみたいな、なんかそれが好きだったので、それも学校いるときに、同期の子が、鎌田先生、私、行ってるっていうとこから始まって、聞いてみよ、YouTube でっていうとこから始まって、最初に聞いたのがその曲で、もう2人で、その同期の子と、もう最高やなって言って。爆笑だの。あれ、ふんどして歌ってるやつ聞いたの。ふんどしとは見てないです。あれ、ふんどして京大の大学祭で、ふんどして歌ってるのが最初にアップされてる。そうなんですね。これ、ナムナムナム。ポジティブライブね。国立キャンパスという農学部と、理学部のキャンパスで、最初、11月の寒い中、ふんどし一丁になって、名前で後ろ歌って。で、まあ、ふんどしとブロックも歌ったんだけど、まあ、そんなようなところでね、歌ったんですなんよ。かそっちにすごい、私のその、なんていう、笑いヨガとグリーフケアの、感じと一緒で、その歌に特化してたんですけど、先生がその卒業式の時に、銀河鉄道の夜、どうどうってすごく、なんか多分先生が一押しだったんですよね。別に、塩押しでも、根押しでもないんだけど ね。なんかどうって言何わでれもいい。てて、先生お任せしますって言ったものの、どんな曲なんだろうと思って聞き始めたのが、これはまたなんかすごい、なんていうのかな、深いなーっていう気がして、なんかこう、またこう、なんていうの、グリーフな部分というか、悲しみとか、なんか、その部分も含まれてる。あと、なんか、希望にもつながるんかなーとかっていそうういうか、のも含まれてる。なんか、悲しみと、こう、未来のね、光みたいな。なんか、それ感じて、なんかすごい、いい曲やなって思って、なんか結構、今、で、私もなんかすごい、宮沢賢治が大好きで、小学校の時に授業で山梨っていう、あれを習って、それがすごく好きだったんですね。オノマトペが結構いい。そうですね。で、2匹のカニのコラボラだっていう、そこから始まるとこがすごく好きで、なんかすっごい大好きで、なんかよく読んでたんですけど、宮沢賢治とかに。で、中学校に入った時に林間学校に行ったら、そこに石碑があって、雨にも負けずが書いてあったんですよ。バーってね、すごいでっかい御影石に。で、最初なんじゃこりゃと思ったんですけど、読むとすごい深いなっていうのを、中学生なりに感じて、これ書いた人誰なんだろうって思って、そしたら、その大好きな山梨の作者と一緒なんだっていう時の、すごいなんか衝撃を感じて、で、さらに、宮沢賢治が好きになって、まあ、山梨はただ明るく透明な感じだよね。まあ、雨にも負けずの方は、やっぱりドーンとこうね、そうですね、沈み込ん深い。でいくような。で、最後は、逆の棒にね、で、まあ、希望なのか、絶望なのか。だけど、その中で、自分の生き方をこうね、こう苦しみながら実現していくみたいな、まあ、素の自分、等身大の自分をその中に置いているみたいな。そうですね。で、私は、あの時に、なんか、なんか病気の人ったら、
助けたらいいなあかんのやなとか、なんか結構うちの、母方の祖母がね、そういうのよく言ってたんで、道で困った人があったら助けなさいとか、家に困った人来たら助けてあげなさいとかね、病気の人いたらお見舞い行ってあげようとかね、よく言ってたので、なんかそことすごいリンクして、なんか、あ、私はそういう生き方をしようって、その中学校の時に思った延長線が今です。なんかそれがまあ自分の、ところにその土地と家そうがですね、まあ、たまたまあね、ちょっなんとうかまくそれをう回ってまきくたのそので、みんなのためにっそうていでう。すね、まあ、言えば、片見分けではなく、生きてるうちに父の、ちょっと祖母がもう一人っ子だったんで、結構、土地とかがあったのを分けたんですね。で、その時にもう父がもうそれを、弟がもう、今時土地、田舎に持ってても、あれなんで、まあ、分けましょうっていう話になって、まあ、父が生きてるうちにこういうの建てようと思うんだけどどう？っていう話をしたら、まあ、父がいいよって言ったんそで、のおまあ、父さんが山本浩二さん。山本英夫ですね。山本秀夫はさんいね。はい。で、あさってその病というのあ、か。そうですね。ちょっとできたらなーって、ね。うんって思って、先生にちょっとまあ拝んでもらってっていうか、なんかちょっとうわかります。ち、まあ、ちょうどあれなんで。空海さんなんで、新聞紙が。真言宗なんで、はい、ちょっと拝んでもらって、していただけたらな、はわかります。い。で、そのお父さんが亡くなったのはいつですか？この春ですね、4月の終わりの日ぐらい。4 月の終わりうん。ね。本当にまだまだ間近だよね。そうですね。半年ですよね、4月。ちょっとずっと父が民生委員とかやってたんで、まあ、なんかあれば呼ばれちゃったりとか見てたんで、なんかまあね、お金でもらうのは簡単なんですけど、使っちゃうともう終わりだし、せっかくその、まあ、ご場先所祖とし様て。の土地を売ったお金をもらったので、またその土地に恩返しができるようなことをしていきたいなと思って。その空間を、その光石の場所で、うまくこう使えそうですか？去年のいつかな、なんか去年かな、今年かな、なんか吉備津神社に行ったんですよ。岡山県うん、ね。お釜お新か庄ましてもらった。うん、なるかもしれない。で、一生懸命うまくいきますかって聞いたら、お釜さんがピーってなってくれたので、それを信じて、地域づくりっていうのをしていきたいなって思って、今、ちょっと、その入り口の時にお弁当屋さんができたんですね。その方も同じ思いで、自分の親の世代が、そのタウンに住んでる、西ヶ丘のタウンに住んでるんだけど、やっぱり元気がなくなってきたので、やっぱりなんかこう、お弁当を作って盛り上げたいっていうのをやってらっしゃって、なんかその方が仲間入れてくれるっておっしゃられるんで、まあそういうとこから地域のネットワークっていうのをまず作って、うまくいかない、いくとかはあんまり思ってないんですけど、なんかつながっていくっていうのを、ちょっと念頭に置いてみようかなっていうふうに、思ってます。まあ、走りながら組み立てていくというか、つないそうでいでくすしかなね。いということだ。まあ、こういうことを言うとおこがましいというかあれなんですけど、まあ、どっちかというと先生タイプです。なんかこう、走りながら考えるっていうか、なんか着地点を走りながら考えてもいないし、そこまでいけ犬も歩けば棒に当たるだから、別にこうね、まあ、直感はあるんだよね。はっきりと。明確な。直感はあるけれど、それをああだこうだっていうふうに考えるのは、僕はしませんね。ただ、それをやっている間に見えてくるから、図柄が。すごいですね、先生、大さす体が。そういうふうになっていくように、成り行きに身を投じていくみたいなことかな。なんかこの春にね、ちょうど父が悪い頃に、
たまたま3月にちょっと上智の方の慶長の、勉ボ強ランティ会、アで。ボランティアじゃなくて勉強会の方に行って、出さないといけないじゃないですか、スピリチュアルケア協会に、会話記録みたいに。会話記録や、あなたはスピリチュアルケア師の資格を持ってるから、資で、格行使するためにもやらなきゃいけないと。それをちょっとこう、やりに行ってて、まあ、先輩方が、名だたる先輩方がいっぱいだったんですね。で、それで、もっと慶長の勉強しなあかんなって思ってる矢先に、東京の、やりますみたいな会があったんで、入って、慶長の勉強会と思って入ったら、東京のメンバーさんたちがやってる折り鶴っていう会で、みんなのそういうやりたいことをこう見つけようみたいな会だったんですね。で、そこに入っちゃって、場違いで入っちゃったんですけど、何やっていきたいのとかって聞かれた時に、ちょうどその家を建てたとこだったんで、あ、じゃあもう、鎌田先生がよく言うお開き祭りっていう言葉をいただいて、アトリエオープンさせようって、その時思ったんですね。で、その時に、一番に、メインゲストで来てもらうのは、誰がいいだろうと思って、一応いろんな先生とかも、私のいろんな師匠、いろんな分野の師匠、皆さん、とってもいい、師匠に恵まれてるなって思ってるんですけど、その中でも一番に頭に上がったのが鎌田先生で、このエンターテイナーな先生にまず一番に来てもらって、こけら落としないんですけど、なんていうアトリエを活気づけてほしいなって思って、もうこれはオファするしかないと思って。そのオファーをしてくれたのは今年になってからか？今年ですよ、もう春いつ？5月ぐらいだと思うんですよ。まだその時だってお父さん亡くなった後だったんすぐですね。で、しようって、せっかくやった、父が亡くなったので余計しようと思って、それで、先生じゃないけどね、うわーって頭の中に出てきたんですよ。その名前もそうですし、天むすびにしようとか、こういうことを、この日やろうとか思ったのも、で、ちょうど父の誕生日、11が月11か。月2日なんでいいなって、で、晴れの特異日って言うから、もう絶対晴れるしと思ったら、ね、どうなるかちょっと微妙ですけど、台風が出てたら。嵐を呼ぶ男を呼んでしまったので。そうだね。確かにそうだ。で、あさって先生を小倉にお迎えに行くときに、一人合流するんですね。歯科医の女の子なんですけど、その子ね、名前がね、みどりちゃんっていうんです。ね、緑がす、その子も緑の服、自分の名前が緑だから緑の服とかよく着てるんですけど、その子もまた超雨女なので、もう2人揃ったらもう雨でも嵐の中やるしかないかって思ってるとこなんですけど。なるようにしたらなめそうですね、もうやってみるっていうとこが目標なので、開いてみて、またどこに転がっていくのかっていうのを楽しみたいなと思ってます。じゃあ、それもしあさってかな。そうですね、明日、明後日、しあさって、はい、しあそうさっです。てね、11月2日、お父さんの誕生日。そうですね、生きてたら87に生きていたら満87歳。なるところでしたね。じゃあ、お父さんの面影も忍びながら。そうですね。多分またバカなことやってって思ってまあでも、虹が分かるんで、そうね、不思議ちょっと不な思議虹が出てね天に2つ出て、それでその虹の写真も撮って、まあ、雨でも嵐でも、あれでも何でもね、そうでますずはやっね。てから。やし、その場に集まった人がその場に必要だった人なのかなって、その時ね、また縁がつながるのかなって思ってるんで、先生よろしくお願いします。わかります。ありがとうじございまゃあ、す。小川さん、今日の授業はですね、京都文星大学第306校で、香川さんが、
山口県光市で生まれて、はい。そして、18まで光市にいて、はい。それから大阪天王寺に出た。はい。その後、いろいろ、紆余曲折あ紆る。余曲折というよりも、自分の旅をしはい。はい。て、で、笑いヨガに出会ったり、高杉の方でね、で、まあ、いろいろな、そこの、まあ、今の話の中で一つの大きな転機は、笑いヨガの中でも、笑わない、そうですね、そこはショ笑わック、ない、人の中にある心のありようが、この悲しみみたいなものとか、そこにどういうふうに届くかという問いかけから、グリフィア研究所の、あるいはグリフィア氏という、グリフィアサポーターか、そういうところへ、3年間、長野の方の、行って、学びながら、そこで医療従事者の方から、吉田グリフィア研究所を受け止まって、そうですね。面接に品川進さんから、あなたがやってる笑いヨガは、それ自体がスピーチュアルケアだねって言われて、新たなスピ、あの、笑いヨガに対するものの見方みたいなのがまた生まれて、それでその2年間、スピーチュアルケアや、いろいろなグリーンケアや、宗教学や、いろんなことを学んで、そして、そこからまたさらに次の展開を、それで行って、ちょうどコロナになって、そうですそのね。コロナの後、今の笑いヨガの活動もそうだけれど、本当その自分の地域にね、根ざした、ケア的なというか、交流のね、場みたいなものを作っていこうとして、で、あさって、しあさって、そうですね。はい。まあ、その第1回目のね、虹ヶ丘のアトリエ開きをやる。ね、頑張ってください。はい、すみままあ、せん。一緒にね、まあ、やっていきましょう。はい、ありがとうございます。今日は、とうとう、面白い。宮島編。宮島ですええ、なよ。んですよ。ね、これ、ちょうどね、夕日が見たいって言ったんだよね、私は。そしたら、ここへ連れてきてくれたんだよね。もう、まもなく夕日がこう見えるんですけど、ちょっとそこを外へ出られるかしら。一番端っこから。一番端っこから出られるかな。ちょっと出てみよう。端っこから。町田総合さんが、この真正面にね、宮島が見えるというところに住むことあって言ったからね。まあ、この辺のグランドホテルの近くのマンションに住んでたんだろうね。確かによく見えるわ。真正面にね。西日は。西日が当たってる。あ、よくひ、あの、あそこの赤い鳥居が西日が当たって、よく見えるようになった。トンビが回っている。店の山の上に。今、本当に夕日が見えるわ。ちょうど。西日があのように当たって。ちょうど今日没になったところだね。ちょうどいい宮島グランドホテルに来れて、この日没も、海も、宮島も、まあ、こちらから遥拝する方が、
今回は良かった。この感じを味わいたかったんだよね。ここいいとこじゃないですか。ね、本当に宮島全体が。でもこう見ると、結構泳いで渡れるぐらいの近さだね。宮島までね。たらめっちゃこっちに今日やばくないですああ、か？いや、夏に来たらもう一つ北に落ちるから、冬に来たら向こうの東南の方に、西南の方に落ちるので、これからどん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 南の方に落ちていきますわ。ああ、ようさん、ありがとうね。では、今日の授業はこれで、宮島を、目線を望みながら終わります。